Google チャットを検索、 Google チャットサインイン Google ワークスペースをクリック。これで Google チャットが開きます。または Gmail を開いて左サイドバーのチャットをクリックすることでも Google チャットが開きます。どちらでも機能は同じです。まずはチャットを新規作成します。この画面のここもここもここも同じ機能です。どこでも好きなところをクリックしてください。特定の個人とチャットを開始する場合はユーザーを1人以上追加してくださいのところに対象となるメールアドレスを入力、チャットを開始をクリック、画面下の入力欄にメッセージを入力、メッセージを送信をクリック、対象となるアカウントで Gmail を開き、チャットをクリックすると比嘉先生からのダイレクトメッセージが届いています。クリックするとチャットリクエストが表示されるので承諾をクリック。これで2人の間でチャットができるようになります。超絶簡単です。チャットを新規作成をクリック、スペースを作成をクリック、スペース名を入力、必要に応じて説明を入力、スペースに招待するユーザーやグループを入力、作成をクリック、スペースが作成されました。追加されたユーザーにもスペース職員室が表示されています。クリックするとスペースに参加できます。通知をオンにしておくとメッセージが送られた時に通知されるので見落としが減ります。超絶簡単です。チャットを新規作成をクリック、スペースを作成をクリック、スペース名を入力、スペースへのアクセスを制限ありから組織に変更して作成をクリック、スペースの名前を展開してこのスペースのリンクをコピーをクリック。このリンクを組織内のユーザーが開くとスペースに参加できます。組織内のスペースはチャットを新規作成をクリック、スペースをブラウジングをクリックして表示される一覧で参加をクリックすることでも参加できます。超絶簡単です。運用中のスペースに新しいメンバーを追加するときはユーザーとアプリを追加をクリック、ユーザーグループアプリを検索の欄に追加したいユーザーのアカウントを入力、追加をクリック。これでペーター先生がスペースに追加されました。スペース名を展開してメンバーを管理をクリック、メンバーの画面で追加をクリックしてアカウントを入力、追加をクリック。これで追加することもできます。超絶簡単です。スペース名をクリックしてメンバーを管理をクリック、スペースの管理者にしたい人の縦3点リーダーをクリック、スペースの管理者にするをクリック。これで教頭先生がスペースの管理者になりました。管理者になった教頭先生は他のユーザーを管理者にするメニューが表示されますが、一般ユーザーのジョニー先生には管理者にするメニューは表示されません。最初のスペース管理者の比嘉先生をスペースの管理者からメンバーに権限を変更すると、スペースの管理権限は完全に教頭先生に移行します。超絶簡単です。スペースから削除したいユーザーがいる場合は、スペース名をクリック、メンバーを管理をクリック、削除したいメンバーの3点リーダーをクリック、スペースから削除をクリックすると、このユーザーはスペースのメンバーではなくなります。再びスペースに追加したい場合は追加をクリックしてアカウントを入力、追加をクリックするとスペースに追加されます。
またはスペースが組織内で有効になっている場合はチャットを新規作成をクリック、スペースをブラウジングをクリックしてスペースを全てのスペースにすることで自分から再び参加することもできます。超絶簡単です。初期設定では管理者以外でもメンバーをスペースから削除できてしまいます。これは運用上問題があります。管理者権限のあるアカウントで職員室を展開、スペースの設定をクリック、メンバーとグループを管理できるユーザーをスペースの管理者のみに変更して保存をクリック。これで一般ユーザーはブロックはできてもスペースからの削除はできなくなります。またユーザーの追加もできません。管理者ユーザーはユーザーをスペースから削除できるし、新しいメンバーを追加することもできます。超絶簡単です。初期設定では管理者以外でもメンバーをスペースから削除できてしまいます。これは運用上問題があります。管理者権限のあるアカウントで職員室を展開、スペースの設定をクリック、メンバーとグループを管理できるユーザーをスペースの管理者のみに変更して保存をクリック。これで一般ユーザーはブロックはできてもスペースからの削除はできなくなります。またユーザーの追加もできません。管理者ユーザーはユーザーをスペースから削除できるし、新しいメンバーを追加することもできます。超絶簡単です。基本的に学校の中では使わないと思いますが、メンバーを管理をクリックしてブロックしたいユーザーの3点リーダーをクリック、ブロックをクリックするとそのユーザーをブロックできます。ブロックしたことはブロックされたユーザーには通知されません。スペースにメッセージを投稿すると全員にメッセージが表示されます。しかしブロックしたユーザーが投稿したメッセージはブロック中のメッセージと表示されるだけで内容は表示されません。その他のユーザーにはメッセージが表示されます。ブロック中のメッセージを確認したい場合はグレーアウトしたメッセージをタップすると表示することができます。学校で使うことはないと思いますが、知識として覚えておきましょう。超絶簡単です。自分からスペースを抜けたい場合はスペースの名前をクリックして退出をクリック、確認のメッセージが出るので退出をクリックするとスペースから退出できます。退出した場合でもチャットを新規作成をクリック、スペースをブラウジングをクリックしてスペースの参加をクリックすると再び参加することができます。しかしこのスペースをブロックしてしまうと今後このスペースには参加できなくなります。スペースをブラウジングしてもスペース一覧には表示されません。管理者が追加しようとしても追加できないのでブロックは注意が必要です。ブロック中のスペースに再び参加するにはスペースをブロックしたユーザーが Google チャットの画面で設定をクリック、チャットの設定でブロック中のスペースを管理をクリック、ブロックしたスペースのブロックを解除をクリックすると再び参加できるようになります。超絶簡単です。チャットを新規作成をクリック、スペースを作成をクリック、スペース名を入力、詳細設定を展開して組織外のユーザーの参加を許可するをクリック、組織外のユーザーのアカウントを入力して作成をクリックすると組織外ユーザーが参加するスペースが作成できます。組織外ユーザーには招待状が届くので Google チャットで開くをクリックすると参加をクリックすることでスペースに参加できます。超絶簡単です。
チャットにメッセージを入力して開業しようとしてエンターを押すと、そのまま送信されてしまいます。送信せずに開業したい場合はメッセージを入力してからシフトキーを押しながらエンターを押すと開業できます。太字や箇条書き、アンダーラインなどを設定したい場合は書式設定オプションをクリック、範囲選択して太字にしたり斜体にしたりアンダーラインを設定できます。テキストの色を変えることもできます。箇条書きをクリックするとメッセージを箇条書きで入力できます。範囲選択してリンクを挿入をクリックするとリンクを設定できます。サムネイルが不要な場合はサムネイルの×をクリックするとリンクだけになります。メッセージを送信をクリックすると全員にメッセージが送信されます。超絶簡単です。半角でアットマークを入力、呼びかけたい人を選択してメッセージを送信するとアットマークをつけられた人には通知が届きます。それ以外の人にもメッセージは届きますが、アットマークをつけられた人には特にハイライトされて目立つように送信されます。また左サイドバーの名前リンク付きにも表示されるようになります。アットマーク全員をクリックすると全員に呼びかけることができます。その場合、名前リンク付きには表示されません。超絶簡単です。重要な投稿にはスターをつけて後から確認しやすくできます。投稿の縦3点リーダーをクリック、スターをつけるをクリック。この投稿にスターがつきました。スターは左サイドバーのスター付きをクリックすると確認できます。他のスペースでスターをつけてもスター付きに一覧表示されるので重要な投稿を見失うことが少なくなります。超絶簡単です。タスクとして割り当てたいメッセージの3点リーダーをクリック、スペースのタスクを作成をクリック、日時を追加して必要に応じて時刻も設定、OK をクリック、割り当て先をクリックして割り当てたい人をクリック、追加をクリックすると教頭先生にタスクが割り当てられました。タスクは上の方のタスクをクリックすると確認できます。タスクが完了したらチェックを入れましょう。タスクの完了が通知されます。タスクは自分にも設定できます。メッセージの3点リーダーをクリックしてスペースのタスクを作成をクリック、日時を設定して割り当て先を自分に設定、追加をクリックすると自分にタスクが割り当てられます。タスクはスペースに参加している全員に表示されるので全員で進捗を確認することができます。超絶簡単です。チャットのメッセージ入力欄のファイルをアップロードをクリック、画像を選択して開くをクリック、必要に応じてテキストを入力してメッセージを送信をクリックすると全員にファイルが送信されます。画像ファイルだけではなくドキュメントファイルを送信したり PDF を送信したりすることができます。ファイルをクリックすると送信されたファイルの一覧が表示されます。ドキュメントファイルや PDF はファイル一覧に表示されますが画像は表示されません。この画面でファイルを追加をクリックして Google ドライブのファイルを選択して挿入したりアップロードしてファイルを選択送信することもできます。この場合はアクセス権を付与する必要があります。ファイルから追加した場合でも
画像の場合はファイル一覧に表示されません。超絶簡単です。テキストでのやり取りよりも直接話した方が良い場合は Google チャットから簡単に Google Meet を起動できます。チャット欄のビデオ会議を追加をクリック、必要に応じてテキストを入力、メッセージを送信をクリック、全員にビデオ会議のリンクが送信されました。それぞれの端末でクリックすると、それぞれの端末で Google Meet が起動します。今すぐ参加をクリックすると、Google Meet で話し合いが始められます。超絶簡単です。わざわざテキストで返信するほどでもない投稿には絵文字でリアクションすることができます。リアクションしたい投稿にマウスポインターを乗せてリアクションを追加をクリック、気に入った絵文字をクリックすると絵文字でレスポンスができます。わざわざ返信する時間がない場合は絵文字でレスポンスしましょう。超絶簡単です。ずっと前の投稿に対しての返信をそのままチャット欄に書き込むと、そのような時は投稿にマウスポインターを乗せてスレッドで返信をクリック、スレッドのチャット欄にテキストを書き込んでメッセージの送信をクリック、これで投稿にスレッドとしてレスポンスが送信できました。アクティブなスレッドをクリックすると返信がついたスレッドを確認できます。以前お伝えしたアットマークをつけたメンションと併用するとさらに使いやすくなります。超絶簡単です。レスポンスを返したい投稿にマウスポインターを乗せて返信で引用をクリック、テキストを入力してメッセージを送信をクリックすると元のメッセージを引用してメッセージを送信することができます。スレッドのレスポンスとは違い、一番下に最新の投稿として表示されるので分かりやすくなります。状況に応じてスレッドと引用を使い分けましょう。超絶簡単です。左サイドバーで削除したいスペースをクリック、スペース名をクリック、削除をクリック、確認画面が表示されるので削除をクリック、これでスペースが削除されました。削除したスペースは元に戻らないので注意が必要です。超絶簡単です。